高木武雄1月25日から1944年7月6日は日本の海軍軍人。最終階級は海軍大将。福島県岩き郡大野村出身。岩き中学校卒。海軍兵学校、海軍大学校卒業。幼少の頃から頭脳名晰で同期中最年少の小委任官であった。海軍兵学校同期に伊藤聖一。 遠藤貴一、安倍康喜、岡高美、角田閣寺、原忠和などがいる。1911年7月、海軍兵学校を148人中17位で卒業。1912年12月、海軍尉。位。1914年12月、海軍中位。1917年12月、海軍大位。1920年5月、総甲巡洋艦。 浅間文大長。1918年12月、海軍水雷学校専攻科学生。1921年7月、海軍潜水学校教官。1923年12月、海軍少佐、海軍大学校に入校。その後、潜水艦艦長や第二潜水船隊参謀など、潜水艦関係の経歴が多い。百二十八年十二月、 海軍中佐。1931年12月、海軍大学校教官。当時の教官には、近藤信武大将、小沢寺三郎中将、山口多門中将、宇垣きとい中将など、後に艦隊の司令長官や参謀長として太平洋戦争史に品質する提督たちが多く、名を連ねている。1932年12月、 海軍大学公共管在任中、海軍大佐に昇進。1933年12月、軽巡洋艦、長良艦長。1934年11月、海軍省教育局第一課長。1936年12月、従順洋艦、高尾艦長。当時、高尾は第二艦隊機関であり、司令長官は吉田前後中将、参謀長は、 三河軍一少将であった。1937年12月戦艦、道の区艦長。当時、道の区は連合艦隊の機関であり、司令長官は第二艦隊司令長官から着任した吉田前後中将、三望長は高橋伊望少将である。1938年11月海軍少将、昇進、海兵同期の伊藤聖一少将の後任として、 第2艦隊参謀長。司令長官は豊田蘇英務中将。1939年11月、第2艦隊参謀長を鈴木義雄少将に譲り、三河軍一少将の後任として軍令部第2部長に就任する。軍令部第2部は海軍軍備計画の担当部局である。当時、海軍航空本部長であった井上成美中将から軍令部、 第二部の軍備計画に対し、明治の頭で昭和の軍備との批判を受ける。井上は、この論議をきっかけに、戦艦不要論、海軍の空軍化を骨子とした、新軍備計画論という意見書を、当時の海軍大臣、大川小四郎大将に提出している。しかしながら、この頃の情勢として、台米戦は必死と考えられており、井上の意見書は、 対米戦の非現実さを軍備計画の観点から意見具心したものと考えられ、高木の軍備計画は軍令部の主務者としての精一杯の計画だった。高木の軍令部第二部長就任時期はヨーロッパで第二次世界大戦が勃発した時期に重なる。仮想的アメリカ海軍は大戦の勃発に対し第三次、ビンソン案。 スターク案と次々と予算を議会で通過させた。軍令部はこれに対し第3次、ビンソン案には第5次のスターク案に対し第6次の軍備計画案を立案した。しかし、日本の国力ではその計画実行は不可能なのは明らかだった。結局、海戦までに第5次、第6次計画は中に浮き、ミッドウェー海戦後に第5次計画が 航空重視に改定され、第6次計画は消滅した。1941年9月、第5戦隊司令官。太平洋戦争開戦時には、従順洋艦、明光、なち、羽黒からなる第5戦隊の司令官として、南方攻略作戦に参加。1942年2月、スラバヤ沖海戦における日本側艦隊指揮官。海戦には勝利したが、 消極的な遠距離戦に固執したことから批判を受ける。同年5月、海軍中将へ承認。5月7日、史上初の航空母艦同士の海戦である、三五海海戦において、第四艦隊司令長官、井上成美中将のもと、第五戦隊、原忠和少将率いる、第五航空戦隊などからなる、機動部隊を指揮した。高木中将は、 味方戦力の消耗を激しく、第二次攻撃の命令を独断でも苦殺した。当時、内地にあって、戦闘経過を見守っていた、連合艦隊司令部では、この際極力的の殲滅に、努む無べしと叱咤した。アメリカの戦士家、ジョン・トーランドは、産後海海戦の時、高木提徳が空母同士の交戦を一時中止して、北上し、作敵機を飛ばす海域を絞り込んで、 翌日再攻撃に移った戦術を日本海軍には珍しく合理主義的な提督だと評している。同年6月、ミッドウェイ海戦参加。8月、ソロモン方面進出。10月15日、ガダルカナル島、ヘンダーソン基地砲撃。さらに南太平洋海戦にも参加した。1942年11月、台湾、宝古諸島にあったマコ警備司令長官に、 親保ほされた。1943年4月、高岡ビーフ司令長官。1943年6月、潜水艦が主体の第6艦隊司令長官に親保ほされ、翌1944年6月6日、裁判島に進出、マリアナ沖海戦に挑む。潜水艦部隊の指揮には通信能力が高い機関があればことたり、 就任時には、機関として、特設潜水母艦、畜士丸が収益して、呉に常駐していたが、高木は、伝統的な指揮官戦闘の精神を重視したため、仙人参謀、堀之内三義大佐、航海参謀、鈴木正人少佐、通信参謀、竹内義正少佐、副官など、少数の幕僚とともに、サイパンに進出し、参謀長以下の幕僚を、 チクシマルに残留させた。潜水艦を利用した作戦では、犠牲も多く的戦闘艦攻撃や、輸送作戦に戦力を投入することとなった。サイパン島防衛戦の直前まで、大本営は、ナ雲忠和中部太平洋方面艦隊長官を、はじめサイパンに残留する艦隊、戦隊司令部要員を、潜水艦によって救出する作戦を実行させたが、 効果が出せず帰り討ちになるばかりであった。潜水艦の消耗が続出したため、高木自ら大本営の行為に感謝しつつも、救出作戦の中止命令を発した。1944年7月6日、サイパン島の戦いで戦死した。52歳没。死亡に関しては諸説ある。一つには、東京にいてくつろいでいる時に、サイパン攻撃中の知らせを聞き、 サイパンに行かねばと、膝の上の孫を放り出したというものがいくつかあるが、最初引用の出所は不明である。陸軍の小畑第31軍司令官が、視察先からサイパン島に戻れなかったことを考えると信憑性は低い。最後の直前までいた兵士の証言により、サイパン島にて切腹した後、小たる者的にカバねをさらすことは、恥として、 手榴団を抱え爆死したとの説が最も信憑性が高い。同年7月8日、海軍大将に昇進。スラバヤ沖海戦の際、上官を沈められて漂流していた米兵多数に対し救助命令を出し大勢の米兵を救助したことから、米国スミソニアン博物館にて功績を紹介されている日本人唯一の提督でもある。子孫は息子が高木幹を 孫が高木敏夫、ひ孫が高木稀介、現存が高木太郎である。海軍歴史保存会、日本海軍史、第9巻召喚履歴上1995年、AB、太平洋戦争改装録、高木武夫、漢方第1801号、除任及び、事例1932年12月29日。ありがとうございます。